ですね、やっぱり着物を着る機会ってなかなかないと思うんですけど、和服を着るってなっても例えば浴衣だとかそういったようななんか簡単に着れるもの、自分でも着れるものが多かったので、今回着物を着付けてもらって、なんかより一層なんか日本の古風な大人の女性に近づけたような気分ですね初めて着てみて本当に気が引き締まって、なんかスーみたいな感じの気持ちにもなりましたし、色味も普段自分が選ばないようなものを選ばせていただいたので、本当になんか自分じゃない自分を見てる感じで、なんか鏡を見ても本当に自分かなみたいな気持ちでした。いやでもすごい楽しかったです。やっぱり着物を着て外を歩いたことがあまりなかったので、ちゃんとそうですね、なんか私たちの着物の姿を見て可愛いとか言ってくださる方もいて、それもすごく嬉しかったですし、素敵な場所で素敵に写真を撮って動画を撮っていただけたのですごい楽しかったです。着物の柄をちゃんと見せれるように、なんか普段よりなんか自分っていうよりも着物っていう感じでポーズとか綺麗に見えるかなっていう角度とかを意識してみましたでも本当にちゃんとそうなってるかは自分には分からないので撮った写真が楽しみです。見るのが、あの前半はあの普段のように笑顔が多めのなんかカットが多かったんじゃないかなって思うんですけど、後半は本当になんかスイッチをこう普段とは全然違うものにこう切り替えて撮ったんですけど、表情がだいぶ難しくて、今はリップ普通の色なんですけど、あのさっきは黒いリップを塗ったりもしたので、なんか口の形とか今までそんなこと気にしたことなかったので、なんか少しずつこう神経をどこに絞るみたいなのが難しかったけど、でも可愛いよってみんな言ってくれたのでなのでまあ、あの楽しく撮ることができました。そうですね、二十歳ということで大人になる、自分ではそう考えているので、なんだろうな、またしっかりとした女性になりたいですね。やっぱり今がしっかりしてないとかそういうわけではないんですけれども、とか自分で言うのもなんですけれどももっともっとなんか余裕を持って芯のある素敵な女性になりたいなって思います。今は結構可愛いとか言われることが多いんですけれども、綺麗だねって言われるような素敵なアイドルになりたいです。でももっともっとたくさんの方に知っていただきたいなとは思いますし、今までこうクラウンポップに関わったことないよっていう方もこう巻き込んでね、なんか、楽しい時間一緒に過ごせたらなと思うのが仕事の目標ですかね。サホと一緒にできたのもすごく嬉しかったなと思って、やっぱり同い年っていうのもあるし、あのグループの中で一番こうなんだろうな、いろんな話をしたりする中でもあるので、そんなサホと一緒にあのこうやって着物を着て二十歳という節目でこういう撮影をさせていただけたのがすごく嬉しかったです。